今回はこれからルピシアのお茶の祭典ルピシアグランマルシェに行きます。ルピシアのお茶が好きなだけ試飲できる楽しいイベントです。今年の6月に行った京都のグランマルシェとの違いも気になるところです。楽しみ。中に入りました。まず最初に行くのはイートインコーナーです。京都の会場ではイートインは人がいっぱいで食べられなかったので、とても楽しみにしていました。前日に京都で出されていたイートインのメニューを見て、今回どれを食べるか決めてきました。玉ねぎのハンバーグを食べようって。で、岡山のメニューを見たらメニューが変わっています。玉ねぎのハンバーグはなくて、北海道ミルククリームハンバーグが新たに加わっていたり、他にもいろいろ変わっていました。注文の仕方は棚から好きなのを取り出してレジに持っていくというシステムでした。現物が見て買えるのは良かったです。イートインのレジは現金しか使えなくてちょっと焦りました。美味しそうなものばかりですごく迷ったんですが、結果キーマカレー、菊芋スープ、白ご飯、アイスにしました。ハンバーグにしようと思ってたけど、実物を見たらカレーが食べたくなりました。カレーも菊芋のスープも美味しくて、アイスは初めて見る種類のアイスだったので買ってみたんですが、バラの香りと味、下はベリーかな、味噌式になっていて美味しかったです。さて、イートインを堪能したらお茶の試飲です。ルピシアのいろんなお茶が試飲し放題、もちろん購入もできます。暑い時期だったのでアイスティーが美味しかったです。グランマルシェ限定のお茶などもありました。陶茶、これは昨年にはなかった新しいコーナー。これは何かというと、お茶当てゲームです。ルールは ABC、 3つのお茶が何のお茶か当てて、3つとも当てると景品がもらえるというものです。やってみたんですけど、C のお茶を盛大にこぼして一口しか飲めなくって、2問正解でした。残念。ルピシアグッズコーナー、去年はなかった新しいコーナーでした。 T シャツやトートバッグ、スカーフ、手ぬぐいなどが売られていました。 T シャツが可愛くって一つ買いました。楽しかったんですが、一つだけ残念なことがあって、お茶友のコーナーがなかったんです。全国でいろんなお茶が買えるコーナーが去年、今年の京都でもあったんですが、岡山会場ではなかったです。今回は何のお菓子があるか楽しみにしていたので残念でした。あと、去年はチャイを会場で作っていて出来立てが飲めたんですが、それもなかったです。今年は暑すぎだからやめたんでしょうか。とはいえ全体的には良かったです。イートイン美味しくて、美味しいお茶もたくさん飲めて買えて、とても楽しかったです。来年も開催されるといいな。今年のグランマルシェ岡山で買ったもの、京都会場でも買っているので今年は少なめです。1つ目、ニルギリ、これ京都会場でも買っていて美味しかったのでまた買いました。2つ目、菊芋茶、これはイートインで飲んだ菊芋スープが美味しくて、私の中で菊芋の評価が上がっていたんです。試飲して美味しかったので買いました。グランマルシェ限定、
試飲で美味しかったので買いました。これもグランマルシェ限定、まだ暑いからあれですけど、冬になるとほうじ茶をよく飲むので買ってみました。抹茶ウェイ、前に飲んだことがあって久しぶりに飲みたくなってしまいました。スコーン、今回お茶友がなかったので代わりに買いました。6つ買うといくらだったかな、お得だったので6つ買いました。美味しい召し上がり方の紙が入っていて、それ通りに作ったらカリカリさっくりの美味しいスコーンが食べられました。これはグランマルシェで5000円以上買うともらえるものです。5種類2つずつ計10個のティーバッグ、最後に T シャツ、かわいい、誰でも似合いそうないいデザインですよね。一目惚れでした。着てみたらほんと可愛くて、もう一着予備に買っておけばよかったって思いました。